皆様こんにちは、JG です。オリンパス、カメディア C760 ウルトラズームです。1、スペック情報。2004年発売。有効画素数は320万画素。撮像素子は1、2.7 型 CCD。焦点距離は 42mm、420mm。光学ズームは10倍。開放 F 値は F2.8、F3.7。撮影感度は ISO100、400。動画撮影サイズは 640×480、30fps。液晶モニタサイズは 1.8 インチ。11.8万ドット。専用電池は Li10B。 記録メディアは X3 ピクチャーカード。幅×高さ×奥行きは 104.5×60×68.5mm。 本体重量は 280g。 2. 現状確認。外観に問題はありません。2024年に550円で購入、電池は付属していましたが充電不可でした。専用電池は Li12B です。充電器は Li10C です。3、動作確認。では動作確認します。電源ボタンをオンにします。電源が入りました。状態表示がされて正常に動作しています。電源ボタンをオフにします。電源が切れました。電源ボタンをオンにします。状態表示がされて正常に動作しています。シャッターボタンを半押しします。シャッターボタンを押します。シャッターオンが鳴りました。シャッターオンが鳴りました。電源が入りました。電源が切れました。レンズが引っ込んでいます。写真。阪神電車大阪梅田駅。阪神電車元町駅。ウィンズ神戸駅間。神戸中華街。神戸中華街。神戸中華街。神戸地下鉄急遽留置大丸前ポートライナー三宮駅地下鉄三宮駅新幹線新神戸駅胸引きの滝案内名護橋布引き36かひ布引きの滝布引きの滝布引きの滝池田川新幹線新神戸駅 JR 三宮駅ポートライナーポートライナー中公園駅
ニュメント大愛潮祭公園ワールド記念ホールポートアイランドスポーツセンター神戸ポートピアホテル神戸ポートピアホテルポートライナー神戸空港駅神戸空港から望む神戸市街神戸空港管制と神戸空港滑走路神戸空港滑走路神戸シーバスボウボウ神戸座席モザイク大観覧車神戸大橋神戸空港神戸空港明石海峡大橋神戸シーバスボウボウ神戸 B 神戸モニュメント7評価悪くありません。本来ズームすべきですが、電池が足りずズームできません。経年劣化のため電池の持ちが悪く、動画撮影がほとんどできませんでした。写真は良いですが動画 NG なので、評価は、か、とします。個体の問題かもしれませんが電池の持ちが悪すぎます。XD ピクチャーカードあるあるですが記録時間が遅すぎます。記録時間が10秒ちょうどなので記録完了の信号を確認せず、時間で記録完了としているようです。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。